こんにちは、柴田です。今日はですね、検証動画なんですけれども、エフェクターって基本的に並び順が決まってると、決められてるというか、常識的なものがあるじゃないですか。例えば、歪みの前にダイナミックス系は置いて、ディレイとか空間系は歪みの後ろに置くみたいなものがオーソドックスになってますよね。もちろんエフェクターの機能を最大限に発揮する上でその順番が一番いいですよみたいなものが出来上がってると思うんですけれども、一度ですねその決められたセオリーを崩してやってみようじゃないかという風な検証動画になります。今回第1弾というところで分かりやすいエフェクターからやっていきたいなというのがあったので、こちらディレイで試したいと思います。基本的には歪みよりも後ろ。それをここをこう逆転させてみたいと思います。ルール上はですね、やはり歪んだ音を残響させるみたいな感じで、歪んだ音を残響させるので、一番それがベストなんでしょうね。逆にすると、残響した音を歪ませるっていうことになるので、ディレイで山びこ状態になってるものを歪ませているような感じになっていきます。濁った音がジャ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 と続いていくというふうな感じになるのかなっていうふうなイメージですね。一度試してみます。という感じになりました。いかがでしたでしょうか。個人的にはですね、なくもないなという風なイメージですね。ちょっと危ないギタリストの人向けみたいな感じではあったかなと思いますね。フィードバックとタイムがですね、通常のつなげ方よりも逆、ディレイを歪みの前にした場合は大げさになってきますね。なのでディレイダブルフィードバックがずっと止まらない状態が最初続いてましたもんね。なのでそれをちょっと下げるとマッドテイストなというか、ちょっとね、おかしめなギタリストが演出する上では生かした感じの音になってんじゃないかなっていう捉え方をしました。皆さんはいかがでしたでしょうか。あまりやってる人がいないのでね、ぜひぜひ皆さん試してみて、ちょっと危ないギタリストを演出してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。